皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、やっと、トイザラスオリジナルのスピードシティのねアメ車をご紹介するに至りましたね。トイザラスオリジナルのミニカーをねどんどん紹介しようと思ったら次から次へと新製品が舞い込んだりしてね、もう特にこのプロボックスがねもう最近の中では一番の出来ですね。これねもう本当にね何回こうやって遊んでももう飽きないですよ。もう商売は飽きないと言われてますからね、もう飽きないですよ。飽きたら終わりなんですよ。はい、ということでね、そんなこんなは置いといてね、フォードマスタング69年ですから、マスタングとは言ってなかったですね。この当時ですからムスタングですね。ねえ、チャーのムスタングですよ。ムスタングね、大野はギター弾きですからね、ムスタングですよ。やっぱりこの当時はね、だからアーマーゲーって言ってたんですよ。ね、ベンツの AMG ね、もアーマーゲーとか言ってたんですよ。でこの時はね日本の国内とか、まあ歌詞映画とかね歌の歌詞とかでもマスタングとは言ってませんでしたからね、ムスタング。はい、まあ未だに思うのは使っております。なんだそれね。はい、そんなこんな置いとけよっていうね、まあ、これ新製品新パッケージなんですよ。でもしかしたらね昔に大野さんこれあったんじゃないっていうことがあったら教えてください。色違いにね、カラーバリエーションでパッケージが変わって発売されてる可能性もありますよね。ただ大野が、この3年ぐらいでスピードシティを買い出してトイザラスさんに行き出してね、見出してからはこのアメ車っていうのが全然なかったんですよね。だからまあめちゃくちゃ嬉しいです。はい、そんなこんな置いといて開けましょう。で、いつものように大野開けになります。普通の方はねここをこうね透明部分をカットするんですけど、大野の場合はこの後ろの部分をコの字にカットします。はい、でコの字にカットした後ねドアのように開閉するっていうのが大野開けの特徴でございます。で刃はねほんのちょっと出せばいいです。紙をね切ればいいですから。でここのねを上の方に来てたら今びっくりする。はい、ここのギリギリぐらいのところから始めます。まあ適当でもいいんですけどね。ね、大野が適当ですからね。で下までこれをこう行きますよね。で行ったらねここで止まっちゃうんです。あ、これねちょっと湾曲してるな、かなり。よいしょ、ちょっと湾曲させてろっかな。うん、でここで止まるんですよね。でこうこっから今度は下にね、下によいしょと行ったらここでまた止まりますね。刃が当たってブリスターに透明部分に当たってね、それ以上 いかないんですよ、ちょうどね。はい、で下までこれもね下までカットして、ブリスターのところに大体ね行ってますよね。はい、でこれをこっから抜いて下までよいしょと、あ、これなんかもう終わり、あ、ここでは止まってますね。はい、でこれでここがコの字にカットできた状態ですね。よし、それで一番下のところに手を、あ、これ、あ、いいのか、手を添えといてグイグイグイと折り曲げます。はい、こうやって折り曲げるとここがねドアみたいになります。開閉ドアでね、こういう感じで開けたら横からスルッと出てくると。はい、でね閉めて、紙と紙の摩擦でね開かないですから。でパッと見たらね開けてないみたいな感じですからね。何のコマーシャルだったっけ、切れてないでしたね。はい、ひげ剃りのあれかな。はい、こういう感じです。まあただねこれね定価が249円で3台で600円とかいう時もねトイザラスさんであります。1台200円で買えることもありますからね。もうこの紙バリッと剥がしてやった方がワイルドだろうっていう感じでね、いいんじゃないんですかね。まあわざわざ大野開けでこうやってねする必要もないかな。あ、けどねここに車種名が載ってますから、こうやって引っ掛けてね見てもらうにはやっぱりこの形が一番ベストかな。ここをね開けちゃうとねベロンベロンしちゃうんですよ。特にこんな下にこういうのがあるとね、
絶対開けにくいですから、こう開けるとベローンってなっちゃいますからね。あ、ここはあるのはね、こうやって立てると、まあ、もうちょっとこう立ててくれた方がいいんですけど、こう立ちやすいようになってるんですよね、ここはね。うん、まあそんなこんな置いといて、開けました、おめでとうございますってね。はい、あで、ちなみにね、ここにいるのは大体のね、なんかこう大きさ比較、どれぐらいの大きさなのかなっていうのね、後でちょっと比較しようかなと思って持ってまいりました。はい、ということで、あ、2倍にしましょう。2倍にドン。はい、あ、横の感じはいいですね。このね、ホイールが割と好きです。はい、横の感じはね、ここにあっていいですね。うんうん、ただね、これあれかな、やっぱり安いっていうか、元のね、金型がね、ここの溝がね、ちょっと薄い感じかな。ちょっと軽いんで、ダイキャストが薄いんでしょうね。普通これホットビールなんですけどね、ぼっこりこう大体あるじゃないですか。ちょっとね、溝が薄めですね。うん、でギミックって言って、ドアが開くとかはないんですけど、こことこちらはね、運転席と助手席側は窓ガラスが開いてるような状態ですね。うん、これね、彫りがちょっと浅いっていうのと、なんか塗装が割と深いっていうかね、ドブ付けな感じでしょうね。うん、横の感じはね、ここもぼっこりしたのがこう見えますし、いい感じです。で、真正面が、ここがね、ここがまあ、シルバーのね、メッキバンパーを表現するために、まあ、どうしてもね、この状態になるんですね。後ろもちょっと見てみましょう。うん、後ろもこのね、メッキバンパー、このね、メッキバンパーの表現があるから、この後ろなんか特に着色されてるし、後ろめっちゃくちゃかっこいいですね。これ担保印刷もされてますね。あ、これはね、後ろ美人ですね。これ赤出してほしいな、なんかね、これはいいな。ムスタングなんだけど、ね、ファイヤーバードみたいにここにこう炎書いても、炎のシールつけてもかっこいいかもしれませんね。赤だったら特にかっこいいだろうな。これはブルーだもんな。これブルーがけど綺麗なんですよね、めちゃくちゃ。うん、いい。だからフロントがね、この担保印刷も何にもないですから、まあ249円、250円以下でね、買える車ですから。メッキバンパーもありますね、文句は言えないですね。だからこれ後ろのね、このテールの3本のこれが一番ね、ムスタングのやっぱり良さですから、ここをね省略してないのは嬉しいです。後ろ美人、うん、後ろ美人で、ここのね、ほわーんとこう滑らかな、うん、これね、きっと普通のミニカーに比べるとデフォルメされてないんでしょうね。うん、もっとなんかここの、後ろのここがね、ぼっこりこう、もっこりじゃなくて、緩やかなね、ラインがもっとこう強調されてたら、まあ、ミニカーとしては面白かったのかなっていう、かっこよかったんではないかと思います。これただもう現車にね、忠実なんだと思います、かなりね。うん、けどそれでもやっぱこうボディラインが綺麗ですね、かっこいい。うん、ここら辺とかもね、うん、いいですね。だからこの金型もね、こう今だったらもうちょっとここがね、わざともっともっこりこうしてる感じの金型になるんじゃないかな。いつも金型とかは書かれてないですよね。製品としてはトイザラスなんですけど、輸入元がね、ウィーリー製ですね。はい、ウェリーっていうのかな、ウィーリー、まあいつも迷うんですけどね。フォード、ムスタング、マスタングですね。うん、このホイールはね、いいです。トミカはね、全部がもう同じじゃないですか。だからね、あれなんですけど、まあスピードシティ、これね、スピードシティで、これちょっとこのまま大きいまま見ましょうか。60分の1スケール。だいたいこれがね、ガチャで64分の1スケール。あ、まあだいたいいい感じですね。うん。ちゃんと60分の1ぐらいの大きさだと思います。で、裏を見てなかったですね。裏はね、ちゃんと日本語です、全部。で、輸入元が日本トイザラスということですね。はい、フォードのライセンスも取ってますよと。昔はね、ウィーリーっていうのをね、ちゃんと出してなかったんですよ、パッケージにね、確か。
大野の記憶では。けどちゃんと今回っていうか出した感じですね、うん、ちゃんとやっぱね、はい、あここのちゃんとこのなんつうの盗難防止じゃなくてなんだっけなんとかあのシールもこうフォードが動きますよ。ここほらシールのフォードがびっくりしますね。ハリーポッターかと思っちゃいますよハリーポッターわかんないかなこの言ってることがということですね。大野のね話はねもういろいろ、大野はね映画も大好きなんですよ。今ねハリーポッターがね前作ね無料ですからね、あのアマゾンプライムで。ということでご視聴ありがとうございました。いろいろなところに飛びます大野の話はね、はい、そんなこんなは置いといて本当に、いつもご視聴ありがとうございます。今日はね話があるんですけど、今年一番の寒さなんですよ今日、ね、今日今もう夜が明けるのかな、もうちょっとしたらね、はい、明けたらね1度とか2度とかね、はい、もう2度ですよ2度、コーヒーに入れる2度それも分からない人が多いですよね、あのクリープを入れないコーヒーなんてとか、コーヒーを入れないクリープなんてとか、どっちが正解なのかよく分からんですけどねこの CM を知ってる人も少ないと思いますけれども、ありがとうございました。ということでごきげんよう。ここのチャンネル。